収容前の SCP-1800JP。アイテム番号 SCP-1800JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-1800JP はサイト81の 5×5×3 メートル収容室に収容されています。事件記録20、年11月15日を受け、現在 SCP-1800JP は人工島特設サイト8163の 20×20×10 メートルの収容室に収容されています。収容室内には完全自動化された資料箱と水飲み場が設置され、1日2度適切な量の資料が給仕されます。1日に1度、SCP-1800JP-A を処理するため、機械操作による清掃を行った後にカメラ映像を通してのみ周囲を知覚できる装備を施した2名の D クラス職員によって再度清掃を行ってください。SCP-1800JP が何らかの物品を排出していることが確認された場合、同様の装備を着用した D クラス職員によって回収を行ってください。また一度使用された防護服は洗浄し、SCP-1800JP-A を完全に洗い落としてください。回収されたすべての SCP-1800JP-A は不透明な用袋に入れ、それを木箱に収納し密封した上で同サイトに建設された焼却施設にて処分を行ってください。SCP-1800JP に暴露した人物に対しては終了処分を行い、カバーストーリーの適用や記録の改変など必要に応じた対応を行ってください。事件記録、20、年11月15日により、現在 SCP-1800JP に人間の捕食を行わせることは禁止されています。説明、SCP-1800JP は異常な特質を持つ年齢6、7歳と推定されるホルスタイン種の勇士、BOS トールス、です。SCP-1800JP は加齢の兆候が見られないことを除き、一般的なホルスタイン種の牛と肉体的に異なる点はありません。SCP-1800JP の異常性は 50g 以上の SCP-1800JP のクソ、SCP-1800JP-A を人間、対象が目撃した時に発現します。対象が SCP-1800JP-A を目撃した時、SCP-1800JP-A の内部から何らかの物品、SCP-1800JP-B が出現します。SCP-1800JP-B はほとんどの場合、衣服、自動車、玩具などの対象が0を13歳の時に使用していた物品です。しかし必ずその規則が適用されるわけではなく、少数ながら成人後に対象により使用されていた物品が出現したケースも存在します。いずれの場合も SCP-1800JP-B の全体には大量の SCP-1800JP-A が付着しています。この際、SCP-1800JP-B は大型の玩具や自転車など明らかに SCP-1800JP-A の総量と比較して大きな体積を持つ物品を出現させる場合もありますが、その出現プロセスは不明です。直接の視認以外の方法で SCP-1800JP-A を認識した場合、その異常性は発生しません。SCP-1800JP-A に暴露し自身に関する SCP-1800JP-B が出現した対象は、過去に SCP-1800JP と遭遇し捕食されたという記憶を持つようになります。その記憶は共通して、SCP-1800JP が視覚から前触れなく出現した。自身を世界ごと何もかも飲み込んだ、と表現され、SCP-1800JP-B は自身が捕食された際に所持していた物品であると証言します。しばしば SCP-1800JP によって家族や友人などの第三者が対象と共に捕食されたと証言されますが、それらの人物が SCP-1800JP に関する記憶を持つことはありません。対象自身も SCP-1800JP に捕食された記憶と本来の SCP-1800JP が存在しない記憶の矛盾した二つの記憶を持つようになります。SCP-1800JP に暴露した対象は、暴露後1時間以内に、この世界は自身の居場所ではなく、SCP-1800JP の体内に入ることによって元の居場所に帰還できる、という妄想を抱きます。その後、
対象は元の世界への帰還を目的に SCP-1800JP の高校から体内へ侵入を試みます。SCP-1800JP の高校と比べ人間の大きさが明らかに大きいものであるのにもかかわらず、対象は容易に SCP-1800JP の高校を通り体内へと侵入することが可能です。この過程の際 SCP-1800JP に負傷は発生せず、対象の侵入に対して抵抗の行動も見られません。対象が完全に SCP-1800JP の体内へ侵入した時点で対象は消失します。SCP-1800JP の体内で消失した人間の行方は判明しておらず、GPS 等の通信機器は常に SCP-1800JP の居場所を示し続けますが、それらの機器を回収するあらゆる試みは失敗しています。対象を拘束するなどして SCP-1800JP 体内への侵入を阻害した場合、対象は不定の期間の後に新たに事実と矛盾した妄想を抱き始め、より強く SCP-1800JP 体内への侵入を求めるようになります。この際抱く妄想も SCP-1800JP-A に暴露した場合と同様に SCP-1800JP に飲み込まれる瞬間の記憶です。しかし SCP-1800JP-A に暴露した際の妄想とは異なりその記憶は非常に断片的、かつ曖昧なものであり詳細な説明を求められた場合はそれに答えることができません。このさらなる妄想は SCP-1800JP の反数行動と連動して発生することが観察で明らかになっていますが細かい規則性などは不明です。妄想はクラス E 記憶処理を行うことで一時的に消失させることが可能です。しかし SCP-1800JP が反数行動を行うことにより、対象は SCP-1800JP に関連する記憶を取り戻し再度 SCP-1800JP の体内へ侵入を試み始めます。インタビュー記録20、年08月7日。対象 D-426803。インタビュアー、博士、ホイ D-426803 が SCP-1800JP-A を視認した際に出現した SCP-1800JP-B は、竹製の模擬塔、でした。D-426803 は SCP-1800JP-A 暴露後およそ7日間拘束されています。D-426803 に SCP-1800JP の反数行動による記憶の混乱及び SCP-1800JP 体内への侵入を試みる強い衝動が見られるため、鎮静剤が投与されています。記録開始。博士 A、これからインタビューを始めます。それではあなたが SCP-1800JP-B、竹の模擬塔を見た時に入手した記憶について説明を行ってください。D-426803、牛がいた。博士もっと具体的にお願いします。D-426803、牛に食われた。博士ああ、じゃあそうだね、どこでその牛に会いましたか ?D-426803 おじさんが遊びに来た。夏になるといつも遊びに来る。おじさんは大工だから、刀を作ってほしいって前から頼んでたんだ。お土産にもらった。多分その時は8歳くらいだったと思う。博士うんああ、それが SCP-1800JP-A から出てきた模擬塔だね。D-426803 夕食はカレーでみんな、父さんと母さんと弟とおじさんとおばさんで食べた。その時も刀は腰に刺したままだった。テレビでは衝撃映像がどうのこう載ってないようだった。一つ映像が終わるたびに感想を言い合ってた。みんなテレビに釘付けだった。だけど俺は背中に妙な視線を感じて後ろを振り返ったんだ。そしたら、牛がいた。台所から顔だけ出してこっちを見ていた。D-426803 台所はついさっきまで母さんや俺がいた場所で、その時は何もいなかった。牛なんているわけがない。だいたいうちはマンションの3階だ。そいつは泣きもせずただじっと俺のことを見るんだ。瞬きもしなかった。まるでいつもの家の風景に切り抜いた牛の写真を雑に貼り付けたような光景で。ただただ俺のことを見つめ続けるんだ。俺もなぜか声は出なかった。驚きすぎてそれどころじゃなかったんだ。D-426803 でも、そいつはいきなり口をガパって開いた。口の中には舌も歯も何もなくて真っ黒で、そして、全部飲み込み始めた。博士全部飲み込む、つまり、吸い込み始めたということかい？
P4268-03 違う、全然違う、あいつは飲んだんだ。壁も景色も全部歪んでねじれて線を抜いた風呂の水みたいに全部あいつの口の中に入っていったんだ。俺はすぐに柱に捕まったけど、他の家族は牛がいることに気がついていなかったから、あ、とか言いながら飲み込まれたよ。俺も結局30秒くらいで飲み込まれて。飲み込まれる時に隣の部屋の人も一緒に飲み込まれていたことを覚えている。P4268-03 そしてその後、俺たちはおじさんが持ってきた、プリンを食べたんだ。どこか有名な店のやつでやたらとカラメルが苦かった、弟はそれが食えなくて結局途中、途中から代わりに俺が食べたんだ。けどもう一つの白い方のプリンはうまかった。博士それは本来の記憶の方だね、SCP-1800JP に捕食された後のことは何も覚えていないのかい ?P4268-03 あ、え、ああ、中は生臭くて真っ暗だったよ、ただそれだけ。けど、ゲフ。って感じの空気が抜けるような音がしたことを覚えている。多分あれはあいつの、ゲップ、か何かだったんだろうな。P4268-03 あいつはいきなり現れた。俺の大切なものも嫌いなものもどうでもいいものも全部飲み込んだ。俺の居場所、帰る場所は飲み込まれた。だから俺はあいつの腹の内に帰らなきゃいけない、帰りたい。博士今あなたは私の目の前にいますし、あなたの家族が生存していることも確認しています。すべてはただの妄想だとは思わないのですか ?P4268-03 妄想じゃない。8歳の俺も、生まれたばかりの俺も、昨日の俺も全部飲み込まれた。あいつはどこにでも現れるんだ。家の中にも学校にも電車の中にも街の中でも海の中でも。後ろを振り向いたらあいつがいるし、瞬きをしたら目の前にいるんだ、扉を開けたらいるし。扉を開けずに後ろを見てもいる?さっきまでそこにいなかっただろ、なんでいるんだよ。P4268-03 俺が、を殺した時にもいたし、あいつと結婚した時にもいたんだ。みんな殺しても誰も殺さなかった時にもだ、この施設の俺の独房や俺のサイト管理室にも来たんだぞ、何をしてもいるんだ、いつも俺を見つめて。じっと俺を見つめて、口を開いて、飲まれた。P4268-03 家族も友達も、俺も、1秒ごとに何千回も、全部飲み込み始めるんだ。もう俺の過去は全部あいつの腹の内だ、全部飲まれたんだ。だから戻らなきゃいけない。なあ、もういいだろ、早く中に入らせてくれ、俺は帰りたいんだ。俺の居場所に、ちゃんと過去がある場所に、俺だけが取り残された。さっきも牛はいたんだ。あんたの後ろと俺の後ろと扉の外に、俺は監視カメラでそれを見ていたんだ。博士ストップ、落ち着いて。あなたは先ほどから明らかに事実と異なる記憶を語っていますね。それは本当にあなたが体験したことですか?冷静になってもう一度考え直してみてください。P4268-03、いや、違う、わからない。模擬等の記憶も自分が経験したのか。本当のところはわからないんだ。でも今言ったことは、知ってるんだ。僕、私、俺が覚えていることなんだ。全部本当に起こったことだ。それだけは確実で間違いなくて、だから俺たちが知っていることなんだ。博士なぜ君は明らかに事実と異なるのにもかかわらず、すべての記憶が本当に起きた出来事だと考えているんだい?P4268-03 あいつのクソの中にたくさんの俺が混じっていたからだよ。記録終了。インタビュー終了後、P4268-03 は自身を SCP-1800JP の体内へ侵入させるよう要求を行い続けた。2000年8月10日、P4268-03 は再度 SCP-1800JP の実験に使用され SCP-1800JP の体内へ侵入、消失した。P4268-03 の証言は他の被験者と同様に非常に曖昧なものであり、新たに主張された SCP-1800JP-B 関連以外での SCP-1800JP の目撃証言についても本人が同じ証言を繰り返すのみでしょう。C 説明を行うことはできなかった。今回までの事例から SCP-1800JP は対象の記憶を読み取り、かつ虚偽の記憶を植え付けることによって対象を自身に自ら捕食されるよう仕向ける存在だと考えられる。
今現在、我々がここに存在していることが SCP-1800JP がもたらす記憶が虚偽であることの証明に他ならない。博士。20年11月15日、SCP-1800JP が何の前兆もなく約人分の SCP-1800JP-A が付着した衣服を排泄しました。この大量の衣服と SCP-1800JP-A の出現はサイト81の一部を破壊。SCP-1800JP 含む複数のオブジェクトの収容違反と損傷を引き起こしました。この一連の事例による SCP-1800JP への損傷は確認されず、損傷を回避した方法も不明です。出現した衣服は乳児用の衣服から成人用の衣服まで様々ですが、そのうち着は D クラス職員制服であり、そのうち7割の D クラス制服からは D-42680-3に取り付けられていた GPS と同一のものが発見されました。その他の衣服からも名札や運転免許証など D-42680-3に関する物品が多数発見されたことから、排泄された衣服はすべて D-42680-3に関する衣服であると推測されています。回収された D クラス職員制服は使用の痕跡がほとんど見られないものから、激しい損傷とともに血液が付着しているものまで各制服の保存状態が異なっています。また回収された D クラス制服のうち4割からは現在の財団の規定デザインに沿っていないものや、収集員、NPR、大学異常物品学研究室、東京都、科、などのすでに存在しない、存在が確認されていない団体の名義が刺繍されているものが発見されています。また回収された一般衣服の中からも、明らかに女性や高齢者を対象にデザインされた衣服、まだ実用段階に至っていない、繊維が使用された衣服、最終更新日が対象1年の運転免許証、D-42680-3 名義のサイト、81、管理者カードなど、明らかに D-42680-3の消失以降に製造、販売されたと思われる物品、または明らかに事実とは異なる情報を含んだ物品が多数発見されています。これまでの実験の中で被験者が未来に関する事柄について証言を行った例が存在しないことから、SCP-1800JP の体内に対象が侵入することで未来に関する未確認の異常性が発揮されているものと推測されています。現在出現した物品の由来、及びその存在が示す事実について複数の推測をもとに議論が行われています。この事例から SCP-1800JP の排泄による施設の破壊や他のオブジェクトの収容違反、及び職員や民間人の SCP-1800JP-A への暴露を防ぐ目的のため SCP-1800JP は他のオブジェクトや一般人から隔離された人工島特設サイト、8163へ移送されることが決定しました。財団が把握している限りにおいて、現在まで名の D クラス職員、名の財団職員、名の民間人が SCP-1800JP の体内へ侵入していることが確認されています。SCP-1800JP が排泄物を用いて故意に収容違反を発生させたかどうかについては不明です。